ご視聴ありがとうございます。金子麦酒。主にツーリングのチャンネル。ツイッターでは、金言麦酒等です。2022年2月2日の水曜日は、南房総を走ってきました。今回はその時の動画です。まずは参加メンバーを紹介しますね。私、F700GS。あれ？他のメンバーが思い出せない。そういえば、今回はソロでした。かっこ、笑い。この日は、8時半頃に家を出て、東京湾アクアラインなどを走り、鴨川方面に向かいました。最初の目的地だった、七畑ロードには、10時頃に到着しました。ここからは、現地の映像を、BGM とともに紹介しますね。過去に何度も訪問しているこの場所。今回も、菜の花が綺麗で最高でした。きっと来年も来るでしょう。この後は、国道128号などを走って、
事前に決めていた。ランチのお店に向かいました。最近、よく来ている。このお店では、アジフライとクジラの竜田揚げが、セットになっている定食を、注文してみましたよ。それでは、いただきます。もちろん完食しましたが、写真を撮り忘れました。笑い。このお店は、何を食べてもうまいと思いますし、特にアジフライが絶品で、今回も最高でした。市場食堂千正水産、千葉県南房総市千倉町千田千51、水曜日が定休、1月から4月までと8月は無休。午前9時から午後5時まで。この後は、房総半島の最南端、野島崎に向かいました。久々の訪問だった野島崎では、快晴だったこともあって、綺麗な景色を見られて、大満足でしたよ。
高層フラワーラインを走って、写真を撮りまくった後は、アロハガーデン立山を訪問しました。ここからは、園内で撮った映像を紹介しますね。目線、カメラ目線。あ、いい。おお、あ、すげえ。あ、なんか耳食われそう、これ。ああ。ああ。なんかね、これ好きみたいなんですよ。あ、ボスが来た。
痛い痛い。過去に何度も訪問している。この場所は、可愛い動物たちと触れ合えるので、昔から大好きなんですよ。もちろん今回も最高でした。アロハガーデン館山、千葉県館山市藤原1497、年中無休、9時30分から17時まで、最終入園は16時。この後は、糖分を補給するため、木村ピーナッツに行ってみました。個人的な意見ですが、ここのソフトクリームは、世界一美味しいと思います。お待たせしました。ありがとうございました。木村ピーナッツ、千葉県館山市下佐名倉236-3、無休、9時から18時まで。この後は、富浦インターチェンジから高速に乗って、無事に帰宅しました。菜の花が綺麗で、食事が美味しくて、動物たちに癒されて、ソフトクリームが絶品で、心の底から楽しいと思いました。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。他の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録、大歓迎です。